こんばんは。大阪の実り薬店の大下と言います。はじめましての方、よろしくお願いします。うちのお店はですね、このようにまあダイエットをメインにしている大阪の薬屋です。万博が大阪に決まりましたけども、前の万博1970年、こんにちは、この時のあの万博の会場があった大阪府吹田市にある薬局です。ダイエット、皆さん痩せたいというお気持ちがあると思うんですが、なかなか成功しない方もおられるようです。それは何ででしょう。食べ過ぎるからでしょうか。意志が弱いからでしょうか。まあ僕はちょっと違うと思います。それは一人であなたがダイエット頑張ってるからなんです。一人で頑張って痩せれる方というのはね、逆に言うとあんまり太ってはれへんと思います。いかがですか。一人でやってるとね、行き詰まってしまうんですよ。だからカウンセラーの僕に話をしながら嘘をぶつけていただいてですね、まあニコニコ楽しく喋りながら痩せていく、こういうパターンが皆さんいい結果が出ているようです。定期的に通っていただくことによって、やはり自分を見直せるということもありますし、あ、明日行かなあかんから、頑張らなあかんな、大下さんに見てもらわなあかんから的なこともあると思います。遠方の方も LINE やメールでやり取りしてます。皆さんやっぱし一人でやるよりも僕と一緒にやるというのはいいという方がたくさんおられるので、一人で頑張ってられてなかなか結果が出なかったあなた、僕と一緒にダイエットしませんか。こんな関西人ですけども、ダイエットのことに関してはもう10年、12、3年以上ずっと毎日やっております。こんな僕でよかったらあなたのダイエットお手伝いさせてください。僕はどうもですね、誕生数比学というところの人を応援するために生まれてきたみたいなんですね。人とお話しすることも大好きやし、人を応援することもめっちゃ好きです。頑張りましょう一緒に。はい、下の方にですね、僕のホームページのですね、ホームですか、なんかいろいろ書いて送るやつ入れときますし、また直接お電話で、かけていただいても大丈夫です。あなたの勇気を待ちてます。一緒に痩せましょう。応援します。お待ちしてます。